さあやっていきましょう。今回は最強ラマシという激攻略していきたいと思います。最強ラマシというの攻略動画を出してくださいというコメントがね意外とあったので今回やっていくわけなんですが、はっきり言って最強イベントの中ではぶっちぎりに難しいです。最強イベントの激攻ということなんですが、絶望イベントの絶攻並みにね難しいんですよ。ということで今回コスト200で編成内でもねいつもより少し高めなんですけれども、このデッキでやっていきたいと思います。よしやっていきましょう。戦友は10日シャンティアリを選択しました。リーダー10日シャンティアリだから別に2体いらなくねっていうことなんですけど、まあ、これ2体ねあるといいことがあるんでね、うん、やっていきましょう。というのもこれね初手出ししちゃうんですよね私ね。あ、今のはこのバトル1においては初手出しはしなくていいかもしれないんですけど、まあ、ちょっと手駒に2体あったのでもう初手出しします。っていうのもね、はい、こんな感じでバトル1は相手1500の毒あるんですけどアンデッドも入ってたりって感じですね。はい、いきなり5枚呪われました、うん、これはもう変置きしましょう。シャンティアリ2体目、まあ、これで1体目のシャンティアリが返されてももう1体のシャンティアリが残るので OK です。でバトル1なんですが、ここはまあつまずくことはほぼほぼないかなと思います。相手のアンデッドを返してしまうと回復がなくなるのでアンデッドはまそのまま無視していいかなと思います。ただし、あの今回このシャンティハレじゃなかったのラマシというかラマシというの攻略にあたってですね、捕食が結構使いやすくてですね、うん、捕食をデッキに入れた方がいいです。あと他の竜輪の駒ガルイラとかストラクチャーセットについている駒をね入れた方がいいです。まあ、今回私は入れてないんですけど買ってない人のためにね、あのその辺配慮して入れてませんが、正直言うと入れた方がいいですっていうところで、相手このアンデッド貼ってあるので捕食がデッキにね入っている場合はですね、その点気をつけてください。あの相手がアンデッドしてるときに捕食しちゃうと逆効果になるんでね、まあ、当たり前の話ではあるんですが一応ね、とりあえずここはもう軽く出します。で攻略のコツとしてはバトル1からバトル3まであって、まあ、そのバトルを突破していくことによってね HP が回復があると思うんですけど、できればその HP を高めに保って次の階層にっていう風に、進めていくのがいいんじゃないかなと思います。さあとんでもない数呪われていますがね、ダブル竜輪でしっかり防いでいきますよ。でこれボルグラーデを採用しているんですけど、ボルグラーデは HP が高いので普通にそういう理由で採用してます。あんまり意味はないです。でこれはね、うん、まあ軽くでしいいかな。これ OK、 あでもこいつのコンボって確か、あしまった、こいつ HP30% 以下じゃないと発動しないのか。あトゥナトゥナの実の能力者来ましたね。うん、ここで飛ばせない場合はちょっともったいないことしましたね。はい、飛ばせないかも、飛ばせなさそう。まあ竜輪があるのでしっかりカットできるんですが、あシャンティアリーのコンボ空いてるけど、まあでもダメだなちょっとサポート駒が来すぎましたね。とりあえず呪われている駒、一番呪われている駒を消費していきます。うん、開幕シャンティアリー2体引けたのもあってかなり安定して立ち回りましたねバトル1は。しかも次相手なんだったらあのパスっていうね、まあ、パスさせる間もなくこのターンで突破するわけなんですがね。 OKOKOK、 ここを一発受けて、まあ、クロリスで突破です。まあ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 バトル1はあの開幕専用のシャンティアリーが来なかった場合は、変置きで自分のシャンティアリーを置いていく感じでいいと思います。まあ、今回ねフレンドにシャンティアリー連れてきてますけど、まあ、その自分の自陣にも連れてきてるしフレンドにも連れてきてるっていうことなんですが、まあ、その戦友かフレンドというか、戦友はシャンティハリより本来はあの10日マリーティアとかの方がいいと思います。あの竜輪をねデッキにね多く入れれる人だったらその方がいいかなと。とりあえずここはここも初手で置いていきますシャンティハリ、はい、でここの位置が、まあ、返されてしまうと嫌なんですけど、正直これ次のバトルでもその HP かなり高めに保っていかないといけないので、初手出しするぐらいの勢いじゃないとダメっていうか、うん、そんぐらいの心意気を見せないと負けます。そんぐらい難しいです。とりあえずここはサマールを置きます。はい、ここシャンティアリ返されたら負けです。ここちょっと賭けですね。あ、よかったよかった。でこのターンはシャンティアリのコンボスキル使っていいですね。A の2に置いてやりましょう。そうすることでシャンティアリを守ることができます。いいね、乱体。タイミング完璧。これタイミング完璧ですね、乱体の。はい。ここはマッキルですね。素晴らしい回、あ、これマッキルなのに5キル回合戦っていうボイスなんですよね。はいはいはい、はい。まあ、竜輪があるので吸収もしっかりダメージを抑えていきます。相手の回復も抑えていきます。ここはウルガルドで突破できるかな。あ、でも 1.69 か。いや、でもいけるでしょう。はい。余裕ですね。さすがにランタイも引いてるし、サマールも着地できてやるということなので、この辺は余裕で突破できました。
で鬼門なんですよね。次がバトル3が一番難しいです。ここでつまずく人多いと思います。ここでですね、戦友に選択したシャンティアリ欲しいです。シャンティアリ1体でもやれんことはないんですけど、ここも初手出しをします。初手にシャンティアリ出しちゃいますということなんで、戦友のシャンティアリも欲しいです。引かなかったですね。でこれ引かない場合なんですけど、とりあえず、まあ、初手出しします、うん、とりあえず初手出しです。もう初手に出さないと4枚呪いのダメージを流利なしで一発でも、あの一ターンでも受けてしまうとね、かなり致命傷なんで。オッケーオッケーオッケー。これ X に打たれるのが一番嫌なんですけど、平行ならまだなんとかなります。でシャンティアリを返されないように、ここはあ、いいですね。これはオボロちゃん発動できますが、どうしましょうか。まあ、2枚呪われてるしオボロ発動していいか。火力出しましょうか。邪魔立ては許さん。オッケーオッケー。それなりに火力出てますね。まあ温存してもよかったんですけどね、妹だとか打ってからあの放つみたいな感じでね。はい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 。さあこれでシャンティアリを返される可能性があるんですが、あのこのシャンティアリの位置がね、相手結構わかるかな、そのなんていうのかな、相手 AI なんで角を取る傾向があるんですよ。なのでこのシャンティアリは返されない可能性があります。少しでも返されない可能性を高めるためにこっちに置きます。こうすることで相手が返せる、位置が2箇所あるんですけど、シャンティアリはね、これ角、オッケーオッケー。これは AI の修正を生かした、まあ、立ち回りと言いますかね、そんな感じです。でここなんですけど、サマルのコンボスキルを使っていきましょう。さて5呪い痛いです。しかしまあそうだな、これはもう火力出していかないと間に合いそうにないですね。ウルガルドを使いましょうか。こっち打ちましょう。 OK。あ、左側のコンボ使ってもよかったかな。まあいいか。シャンティアリ返されないことをお祈りします。 OK、 返されませんでしたね。でコンボ動線が残っています。これはただあいけるかな。オーラスキル引きたいですね。あ、アムルガル、これは突破できたんじゃないか。1.3 倍のアムルガルだから4300ぐらいは単体で出せるでしょう。4400か。 OK、 よし突破できましたっていう感じです。もう10日シャンティアリね、開幕置いちゃいます。置いて相手の打つ手によってはもう10日シャンティアリすぐ返されて負けてしまうんですが、こんぐらいしないと勝てないです。もう10日シャンティアリ初手に置いてもね、残り HP2200 とかだったのを見るとね、分かると思う通りね、あの本当に一旦でも早く出さないともう詰みます。これが本当先行で良かったなって思います、このイベントね。これが高校だったら本当攻略もうめちゃくちゃ鬼畜だったんじゃないかなって思っております。立ち回りとしてはね、あえて相手に角を取らせるような立ち回りをしてシャンティアリを守ったりっていう感じです。とにかくシャンティアリを返されないように立ち回りましょう。それでいて、火力を出すところは火力を出して、火力を出さないところっていうか、その火力を出さないでも大丈夫なところは出さないでおいて、次のターンの火力に回すみたいな感じでね、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。では今回この辺で終わっておきます。皆さんも最強ラマシュという激風ですね、頑張って攻略してみてください。ではお疲れ様でした。